か？今来たばっかりなんです。紅茶でなくちゃダメな朝、あ、キリン午後の紅茶にはリキッドファンデーションがお肌をしっとりさせるのはよくご存知ですね。でもベタつきやテカリが問題でした。新しいリキッドはしっとりついたその後、ベタつきだけが、あ、わ、気持ちいい。これがノンオイリー、しっとりなのにずっとテカらない、オプチューンリキッドファンデーション。相変わらず会長のようですね。はい、パパったら何にも言わずにいっぱい食べた、おかげで私の分はない。一箱に3つの味、アイスの小枝。森永見てんだ。何も見てない。お、ポケベル選び、色気づいたか。あ、お前もなんのか。いろいろあるし悩むね。実は悩んでるんだ。なるほど、種類も増えたし、ここらでみんなでドコモのポケベル。冷たくしないで、ウィンドミライ、キンスくらいいいじゃないの。キンスおいしい、カツワリゴリアイスパー。もみんながパウダーが傷をサラサラに乾かします。殺菌して化膿も防ぎます。乾かして効きます。傷ドライ。今度のブルーレット置くだけ、貝の形で塗りがパーッと明るくなるの。酵素パワーと新成分で汚れが前よりよく落ちる。お掃除の回数が減ったのよね。貝の形のブルーレット置くだけ。サクル頭痛ですか？それならいい薬があるんです。はっきりエース。あー、パワーパー予約当たれば1億3000万も人生やり直してよね。パワージャンボ宝くじ、もうすぐ開放だ。サーブウェイ、あなたとサンドイッチ、グッデイ、ハムも野菜も挟んで、サンシャインついでにハートも挟んで、ウォーウォーウォー。